もしかして浮いてますか？先生のロボットを作ったらお金持ちになれるかも。何か修理が必要なものはないのかな？あれ？どこからか会長の気配が。なるほど。まあ、悪くない設備ですね。どうして誰も高額迷彩下着を必要としないのだろう。自信作だったのに。正義実現委員会の原則はシンプルです。不義を許さないことです。